あら残念、今日はバーじゃないのね。あんたがヘルプで来てくれると楽できるのに。バーの2号店？ちょっとユミル、だけってどういう意味よ。あら、もしかしてレーム、私がいなくなったら寂しい？やだ、レンタラ冷とーい。セブン、あんたはほんと普段ボケボケだけど、そういうとこだけは可愛い。そうね、とっても魅力的だけど辞退させてもらうわ。簡単な話を、私にそれが務まると思えないから。期待してくれたお客様やカミューには悪いと思うけどね。人を育てるっていうのは責任が生まれるでしょ。私みたいな半端者には荷が重すぎるわ。ちょっと言いたい放題言ってくれるじゃない。あ、ほらもうセブンが真似しちゃったじゃない。教育に悪いわ。レン、お世話係なら気をつけなさい。やっぱりあんたならそう言ってくれると思ったわ。うちの男どもはもう少し気遣いってものを学ぶべきよ。